クルチャとは、マイダを主原料として作られるパンの一種である。複数枚のクルチャとチャナマサラを皿に盛り付けたところ。クルチャは主に、このパンの原料の小麦粉であるマイダの生産地域、つまり、インドア大陸で発祥したと考えられている。そして現在は、主にインドの北部のパンジャーブ州、パキスタンが、実効支配しているアザドカシミール州とギルギート、バルティスタン州。 パキスタン北部のカイバル・パクトゥンクは州の一部などで作られ、これらの地域では主に朝食として食べられている。これらの地域をはじめとして、インドやパキスタンにおいて、クルチャはよく知られたパンである。特にインドのパンジャーブ州に属する都市の一つである、アムリトサルではなんと並んで有名である。なお、クルチャは通常茶生サラと一緒に食べられる。この食べ方は、 パンジャーブ料理の代表例の一つに数えられている。クルチャの写真。クルチャの大まかな作り方は次のようなものである。まず油脂を小麦粉で作った生地に練り込む。そうして作った生地を円盤状の形に整えた後、タンドールを使って狐色になるまで焼き上げる。焼き上げた後に普通は表面にバターを薄く塗った状態で強する。トラディショナルフーズインピンジ。 A プレイスフォーキャッシュミリブレッドラバーズハットプレーンコルショありがとうございます。